問来てた。マイクラ内で狼を殺すのは犯罪ですか？結論、犯罪になる場合とならない場合がある。まず犯罪になる場合、狼っていうのはもともと動物、野生にいた狼がたまたまマイクラ内に迷い込んでしまったのがこのマイクラ版狼。この狼が愛玩動物かどうかはさておき、悪意のない野生の狼などをマグマや剣などで一方的に攻撃し、最悪殺してしまった場合、動物愛護法第44条が適用される可能性がある。この場合、なんと5年以下の懲役または500万以下の罰金が言い渡される。一方で犯罪にならない場合、飼われていた狼が飼い主の指示によって襲いかかってきて、ここに反撃しようとして攻撃した場合、刑法36条、正当防衛が認められる場合がある。とは言っても、やっぱり狼はかっこよく、可愛いので、絶対に殺してはならない。みんなも、動物とは仲良く暮らそう。